はタップさん柿をもらったので干し柿を作ります。このヘタの部分は、まあ、最初に取って皮を剥いていきます。こんな感じ。じゃあ全部剥いてしまいます。60センチの紐で枝の部分を真結びにしました。2つずつこれでぶら下げます。では冬が沸騰してきたのでこの柿を5秒ずつ煮沸消毒してすぐ干したいと思います。1、2、3、4、5。最後までご視聴いただきありがとうございました。ナチュラルファームテロワールチャンネル、ナチュラルファームテロワール JC チャンネルとともにご登録お願いします。また見てね。